こんばんは。どうも。こんばんは。1月15日月曜日の、言わないんだ。こんばんは。月曜日ですね、皆さん。7時なのでお仕事は終わりましたか？学校ももう帰ってきたかな。どうも。終わり、お疲れ様です。昨日ぶり、ありがとう、昨日は。どうも。すごいいっぱいなんかだるまが見えます。髪伸びましたね。でしょ、伸びたんです。気づいたら結構伸びてて。はい、じゃあ乃木帯宿題、さつきちゃんからおすすめの漫画教えてくださいということです。私漫画読まないんですよね。ごめんなさい。さつきちゃんごめんね。漫画私読んだことは去年初漫画です。私コナンが、なんかお母さんが去年コナンを買い出したらしくて、で家にあったので、なんか漫画今まで読んでこなかったし、まあ、見てみようと思って読んでみたら面白くて、で12巻ぐらいは読みました。それだけ、本当に人生で漫画はそれだけなので、なんかね、私も知りたいんですけど、私は漫画より小説派で本はよく読むので、本のおすすめは、最近は「変な家」っていう本が面白いです。雨穴さんっていう方の「変な家」と「変な絵」が今出てるんですけど、どっちも読んだんですけど、めっちゃ面白くておすすめです。知ってる？本当？映画もね、やるみたいなので、映画も楽しみ。ミステリー、なんて言うんだろう、ミステリーなんですかね、あれは。私、ミステリーもあんま読まないから、どういうものがミステリーか分かんないんですけど、なんか、ゾクゾクしながら読む感じの本です。すっごいね、面白くてもう一気に見れる感じ、おすすめですよ。あとは浅井亮さんが好きなんですけど、浅井亮さんの本は結構読んでます。ホラーではないけど、なんかね、ちょいコアですね、でも。ちょいコア。読んでみてください。乃木曜日選手権もういっちゃいますか。やります、乃木曜日選手権。今週の競技は、2024を目指そう。2024年になったということで、2024、つまり20秒24ぴったりを目指してストップウォッチを止めます。週の中で2024に一番近かった人にご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。ということで、そうでした。今年初の乃木曜日だ、私。皆さん、明けましておめでとうございます。もう2週間経ったんだ。あら、早いですね。
ということで、2024ね、20秒24を目指してやっていきます。では私は押したら見ないでやります。せーの。惜しい。惜しいのかな？惜しくないかも。23秒13でした。あら。どうなんだろう、これ。1秒ぐちょっとですね。あ、間違えた。23秒13。はい、こんな感じです。 秋って書いちゃった。23秒13でした。私月曜日がいつも乃木曜日、ほぼいつも月曜日で分かんないんですよ、最初だから。さあどうなんですかね。じゃあお話ししましょう。残りの時間は皆さん、お正月はゆっくり何してましたか？私は実家に帰ったり旅したりしてました。寝てた。ああ、そうな。仕事してた。あらら、お疲れ様です。お正月にお仕事。寝正月。なんで寝るの？どっか行ったりしないんだ。散歩してた。あら、ゆったりですね。胃腸炎？あら、私も去年ね、なんか胃腸炎なのか、私本当に体強くて体調崩さないんですけど、なんか胃腸炎っぽい症状に去年一回なって、そう、びっくりした。久しぶりの何辛さでした。1日2日で治ったけど、そう、今年も健康に過ごしましょうね。そうだ、バースデーライブの開催が決定しましたね。3月7日から3月10日、4days です、今年は。しかもなんか、何？ Day1 が2011年から14年の楽曲っていう風に年別で、今年はだから手取りも違うのですね、多分。まだちょっと私もね、わからないんですけど、だから頭がパンクしちゃいそうです、今年は。きゃー、どうしましょう。楽しみです。でもその初期の曲というか昔の曲は最近そんなにやる機会なかったので、その曲も披露できますし、どんな感じになるんですかね、楽しみです。待ってます。埼玉スーパーアリーナでやるので、ぜひ皆さん来てください。あとは、あと何話そうかな。じゃあ皆さん、なんか話題をください、お話の。夜ご飯決めていいよ、今日は。じゃあ、今日はステーキを食べてください。私お昼にステーキ食べたので、食べてください。
着物の色決めた。私迷ってるんですよね、まだ。来年、今年二十歳になって来年成人式なんですけど、振袖の色、何が似合うと思います？なんかもう全部の色で迷ってます。もうもはや何がいいんだろう。紫、黒、紫、赤、白、ピンク、紫多め、赤も多い。紫と赤多いね。そう、それの2つも候補に入ってて、あとなんか緑も似合いそうって言われるので、緑もそうだったら候補に入っちゃって、そう、水色は、水色はあまり考えてなかったです。金、すごいね。でも私の今年のラッキーカラー金でした。おみくじ引いたら金って、でもむずくない？日々に金入れるのね。なぎちゃんは何色にするんだろうね。そう、2人だからさ、二十歳、同い年が。なぎちゃん何色だろう。なぎちゃんはでも赤も似合うし、紫も似合う。なんかなぎちゃん濃い色似合いそうですよね。赤じゃないね、赤のイメージ本当。まあお楽しみに 楽しみです。私も成人式やばいよね、今年二十歳。でもなんかちょっと前までは10代じゃなくなるの嫌だなと思ってたんですけど、今は全然もう楽しみって感じです。二十歳になって、レイちゃんとかと焼き鳥屋さんとか行きたいです。楽しみー。4期生忘年会のお話聞きたい。あ、そうだね、工事中のやつ。あ、そう、恥ずかしかったんです。漏れてる写真を持ってきてって言われて、なんか「物でもいい」って書いてあったんですけど、物で漏れてるってなんだと思って。だからちゃんと自分の写真持ってったら、本当にちゃんと持ってきてる人が多分私ぐらいしかいなくて、なんかレイちゃんも自分だったんですけど、なんかまだ引きの、何、ライブ中のなんかまだね良かったんだけど、私は本当にもうバリバリ決めに行ってる写真だったから、ちょっと恥ずかしくて本当に放送されたくなくて、あれ。いや、そういう、ちょっとね、嫌だったんですよ。でも、その場面を昨日のミーグリでもすごい言われて、なんかわざわざね、プリントしてくれて、漏れてるねってさ、皆さんいじってくるから、まあ、面白かったって言われたので、いろんな方に。よかったけどね、恥ずかしかったです。一人旅の話。まだ、お正月に一人旅したんですけど、まだどこかちょっと言いたくないですね。昨日のミーグルで聞かれて行っちゃった方もいるんですけど、おのおのじゃない、後々わかるので、ちょっとそれを楽しみにしといてください。
でもめっちゃ楽しくて、もうね、そこから帰ってきた次の日とかもずっと写真見返したりしてて、超楽しかったんです。あ、皆さんおみくじ引きました？私最近大吉出なくて、あ、出たわ。出たけど、なんか、ちゃんとしたおみくじじゃなくて、それが。フォーチュンクッキーってわかりますか？クッキーの中におみくじが入ってるやつ。あれで大吉だっただけで、他ちゃんとした神社とかで3回ぐらい引いたんですけど、それも吉と末吉と吉で、ね。大吉最近全然見かけない。去年今日だったし。まあでもね、いいですよね。引きすぎ ね。なんか神社行くたびに引いてたら3回ぐらい引いてました。吉はいいよ。だよね。大吉の次吉ですよね。なんかいろんな諸説、いろんな、なんか説があるけど、大吉の次吉だと思ってるので、まあいい。スイスのファンです。オラー、スイス一番行きたいです、私今。スイスに行って鉄道乗ったり、もう草原でわーってやりたい。ありがとうございます。そんな、何時なんだろう。お年玉もらった、もらった。ちゃんとお母さんお父さんとおじいちゃんおばあちゃんのところからいただきました。何歳までもらうんですかね、お年玉って。でも私のお姉ちゃんももらってて、ちゃっかり。だからなんかね、私もじゃあお姉ちゃんの今の年までもらえるってことだから、まだまだもらえます。いつまでなんだろう、気になるよね。今年最後じゃない？いや、全然まだ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 です。え、20までなの？全然私のお姉ちゃんもらってんだけど。大学生までとか二十歳までが多い。そうなんだ。でも私も二十歳超えたらあげたりもするのかな。いとこが私より年下が一人いるので、もしかしたら来年の1月はあげたりもしてるかもですね。30です、もらってます ちょっとそれはもらいすぎじゃない？ 30歳ももらえるの？すごいじゃん。よかったね。いいと思います。明日受験。あらら、頑張ってください。そうじゃん、受験。受験のあれじゃん、今シーズンですね。頑張ってください。私もね、ちょっと語学学びたいんです、今年は。英語喋れるようになりたくて。
お餅食べてないな。お正月食べなかったですね、お餅。食べたいと、お正月休みが終わってから食べたくなって、で、明日の朝ごはん絶対お餅食べようと思って夜寝たんですけど、次の日になって朝ね、棚開けたらお餅なくて、あれ？と思ってショックでした。もうめっちゃお餅の気分だったからさ、お餅食べるために寝たのになくて、ショックだった。何で食べるの好きですか？私はきなこが一番好きです。初夢見た。見たんじゃない？忘れたけど。全然忘れた。夢はね、割と毎日見るんですよね。この前も、中学校出てきて、で、懐かしい友達とかもね、夢にいっぱい出てきました。めっちゃ懐かしくなった。砂糖醤油もいいよね。怖い夢見ることあんまないけど、でも何回か同じ夢見ることあって、それが多分、まあ、調べたらそんな良くない夢なんだろうけど、なんか歯が全部抜けて、そのバーってジャーンって抜けちゃって、でジャリジャリ、ごめんね、なんか鳥肌立ったらごめんなんだけど、ジャリジャリ噛んでんの、その歯を自分の口の中で。怖いでしょ。そういう夢を何回か見ました。そのね、感触とかも起きたら残ってんのよ。やだよね。怖いでしょ。でも歯が抜ける夢って割とみんな見たことありますよね。でもさ、ジャリジャリ噛んでんの見たことある人いる？やだよね。ごめんなさいね。金縛りとかまだ会ったことないです、私。なんかみんなさ、普通に金縛り今日あったとかさ、よく聞くじゃない？え？って思うよね。私そんなんあったらもう一日なんか変なとこに気が行ってちゃんと過ごせなくなっちゃう。まだないです。あったら教えますね。はい。一度ある。本当？怖くない？動けないんですよね。やだ。幽体離脱したことある。あら、どうしたの、それで。なんかしたんですか？離脱して。みんないろいろ空飛んだことある。本当、空いいな。面白いですね、皆さん。 なんかいろんな経験があって素敵。あ、宿題やばい、忘れてた。ありがとうございます。今コメントで教えてくれた方。明日の宿題出さないと。明日はね、田村真由ちゃんです。よかった。何書こう。明日？真由たんでしょ？25歳になりましたね、真由ちゃん。25歳。すごっ。まゆちゃんが乃木坂に入ったぐらいの年ってことですもんね、今私。すごい先輩だ。どうしよう、25歳の目標でも聞いときます。でも昨日、ミーグリで、名前順隣だから、まゆたんの声めっちゃ聞こえるんですけど、25歳の
目標めちゃめちゃ言ってました。 もうここ最近は多分これをたくさん聞かれるでしょう。でも私も知りたいからさ。まいたん、25歳の目標を教えて。はい、昨日たくさん祝われてた、まゆたん。ありがとうってめっちゃ聞こえた隣から。 なんだろうね、目標。私は、そう思うとすごいね、5歳差なんだ、まゆたんと。スクショタイムください。スクショタイム。はい。ちょっと待ってね。竜。はい。取れましたかね。明日で20歳です。おめでとうございます。なんかさ、昨日のミーグリでもめちゃめちゃ誕生日の方が多くて、昨日めっちゃお祝いしたんですよ、私。何？ 1 月のこの付近みんな誕生日。すごい、おめでとうございます。1月誕生日の方。今年の抱負？今年の抱負？でもね、紙に書きましたよ。毎年1月1日くらいに紙に書くんですけど、今年も何個か書きました。TGC 和歌山楽しみ。そうなんです、和歌山の TGC に依田さんも出るんですけど、よだめまた嬉しいです。ありがとうございます。2月3日かな、2月にあるので。いつも緊張するんですよね、そういうランウェイ系は。すっごい緊張するんですけど、でも依田さんと、依田さんもね、同じステージかは全然わかんないんですけど、まだ依田さんいるから落ち着いて安心してできる気がします。イヤリング見せて、じゃん。シルバー。最近何にハマってる？ハマってること？最近は何してるかな。洋画を見てますね、いろんな映画。最近よく見てます。あと1月から日記をつけ始めて、ちゃんとね、2週間経った今もう毎日つけられてますよ。なんか3年間つけれる日記を買ったので、私は頑張って2024、25、26年まで頑張って書き続けたいと思います。偉い。本当？日記いいよ。みんなもやる？一緒にやります、日記。編み物してる？最近、年明けてからはしてないけどね。冬はめっちゃ結構してたかな。あ、そう、かき氷食べに行かないと。今年初かき氷まだなので、かき氷食べたいな、今週ぐらいに。あ、そろそろ終わりでした。はい。ということで皆さん、一年、今年も頑張りましょう。今週も頑張りましょう。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。お風呂入ってね。お疲れ様でした。バイバーイ。